その言葉で表す、例えばポイントオブノーリターンというかね、はい、もうありますね、ここの以上まで行っちゃったら、はい、多分そのこうもうダメだと抗えないというような時点というのはあると思うんですけれども、はい、中村さんご自身はということはこの教団 XR 帝国を書いたというのはやっぱりもうその兆しは出てると。もうそうですね、うん、もう出てると思って危ないと思って書いて、でもやっぱりその、まあ、受け家の本がまあ売れてるみたいな言い方が時々ありますけど、うん、僕本当にそうかなともうちょっと実は思っていて、うん、まあ、教団 X はまあすごくリベラルな本ですけれど、うん、まあ、リベラルすぎてもうなんか度が過ぎるリベラルすぎる本にはなったんですけど、まあ、でもそれでも大変な部数になりましたし、うん、まあ、R 帝国もやっぱりすごく話題にはなって、なんかまあ9回か10回かなんか増刷みたいな感じ、うん、まあ、すごく反応がものすごくあのいい反応が多かったので、うん、だからあのこういう本も全然あの読まれてるんですけど、ね、うん、でもなんかこうなんかこう経過ビジネスでみんなやってるみたいなこと聞くんですけど、うん、いや別にそんなビジネスはすごく市場も小さいし、うん、いやむしろそうじゃない本すごい売れてるんだけどなっていうのが、まあ、僕の感覚としてはまあ、あるんですけど、そうでしょうね、だから本当はその辺安易にね、まあ、そのいわゆるネット不要ビジネスみたいなものにこう飛びつく出版社だったりとか、はい、こうメディアだったりとかっていうのの問題あるんでしょうけれども、同感なんですが、どうなんですか、その危機意識を感じてるというのは、まあ、先ほど来お話出てるみたいにその政治の現状だったりとか社会の現状だったりとか、その今 そのある種こう保守化している、あるいはその被害者面してこう高みに立って弱者を叩くみたいな風潮もそうなんですけれど、政治の状況でいうと もうちょっと具体的にどういう部分、この何年間かのこう政治の動きだったりとかで、どういうところに危機意識ってのを持たれますか。まずその人間ってやっぱ社会的動物なので、こう集団で群れる傾向があるし、集団の中で異物があるとちょっと排除する傾向もあるし、あとは集団として集団と戦いたいっていうか争うっていう願望もあると思うんですね。その辺の人間の社会的動物を刺激するようなちょっとメディアがちょっと増えてきてる、本も含めて。でそれは作り手側からするとやってはいけないことなんですよ。でやってはいけないことを平気でちょっとやるようになってる人がちょっと増えてきている、うん、まあ、言論界っていうものがすごくある意味劣化している部分がちょっと一部であるっていうものもそうだし、うん、あとはその政権っていうものがやっぱりその、うん、よくまあ信用データが信用できないみたいなことがまあ言われるんですけれど、うん、まあ、それって国の根幹ですからね、うんうん、そもそもその加計学園とかも1月20日まで事業者としてね、それが国会で、国会って神聖な場所ですからね、それが通った時に多分何か崩れたんじゃないかなってちょっと僕は思いますけどね。安倍首相がその加計学園、うん、まあ、そのこれは安倍首相ご自身がこう公言されてますけれども、その、まあ、親友だというその人物がの学園が進めている獣医学部の計画っていうのを政府が正式にこう決めたという時点まで知らなかったと、うんうん、だからこう、まあ、そのことのいいか悪いかっていう問題ももちろんあるんですけれど、うん、ああいうことが国会でなるっていうか、まあ、漏れかけもそうですけど、あそこで国会がまあ崩れていくと、うん、まあ、全体も崩れるし、うん、まあ、今の厚生省の問題なんてもう目も当てられないですし、うん、まあ、こうしかもこうなんかこう分断的なものっていうものも煽るようなものが、まあ、今でも、まあ、例えばアメリカにロシアがのネットの世界で介入してるとかいろいろあるんですけど、まあ、なんかそういう動きも感じますし、うん、この辺なんとかしないと本当にまずいぞこのままではっていうのが、まあ、僕の思いとしてはあります。もう一つ、あの今の政権がどうのとかっていうのとは少しあのこう角度を変えるんですけれどもね、はい、その R 帝国なんかを拝読してると、まあ、そのジョージ・オーウェルの1984にもちょっと通じるところがあるのかもしれないけれども、はい、そのいわゆる情報化社会だったりとか、はい、その IT 技術のものすごい進化によってある種の監視国家化っていうかね、そのデータ収集国家っていうか、今日のメールテーマがそのペイペイだったりとかするんですけれど、はい、まあ、別にペイペイが悪いわけじゃないんだけれども、うん、T ポイントカードの問題だったりとかっていうことで、うん、ある種こうなんていうのかな、こう監視国家化っていうのはものすごい進んでいるということに対する問題意識もこの R 帝国にその反映されてるのかなっていう感じもしたんですけど、R 帝国はもう全部ですね、うん、もう今の日本の問題も全部書いて、うんうん、で、まあ、新しいその先の道に消えるの方では、うん、まあ、その日本人とはっていうところに
もうちょっと着目して、うんうん、で、まあ、どうもそのこうなんだろうな、日本人っていうのは、うん、まあ、その先の道に消えるでも書いたことなんですけれど、うん、あの今日本人と呼ばれている人たちは全員ですね、うん、全員半島からか、うん、大陸からか、うん、南のオセアニアなど、うん、そういったなどから来ていて、うん、別に日本列島から日本人が生えてきたわけじゃないんですよ、うん、でもうすでにいろいろ混ざり合った状態で、うん、文化も混ざり合った状態で日本ができているので、うん、どうも別にね、だって日本猿から進化するわけでもないし全員アフリカから来てるわけですから、うん、まあ、日本とは何かっていうことが、まあ、その先の道に消えるの方ではそっちにも着目をして、まあ、日本文化の問題も含めてですけど、まあ、書いた小説ではあるんですけど、僕が本当は進行役なのに僕よりもよっぽどこ うまく進行していただいて、これなんかこのその先の道に消えるこれ朝日新聞出版からまだ出たばかり、最新刊ですね。そうですね、はい、これ今その中村さんが言ったお話聞いてそうだなと思いつつ、ただ僕もその読んだんですけど、はい、しかしこれなんだろう、その官能ミステリーって言ったらそうですね、ですかね、ちょっとこのあれですよね、別にそのいやらしいわけじゃないんだけれど、いや本当おっしゃるとおりです、官能ミステリーで、うん、金箔の話なのに、うん、日本文化とか、うん、日本あの古事記や日本書紀まで話が展開するっていう、うん、でしかも実は刑事物っていう、うん、まあ、これもだから、まあ、書くたびに最高傑作と思うんですけど、うん、まあ、これはあの我ながらこれはなんか自分なりには自分では自信作なんですけれど、うん、まあ、こういうテーマに書けるようになったなというのはちょっとまあ思いましたけど、ただ内容がかなり、あ、もうテレビとかじゃまあ紹介できないですよね。そうですね、ラジオでもちょっと結構どうなんだろうっていう内容的には紹介しづらいですけれど、そうですね、これは少なくてもあれ映画化された場合には完全にその成人してですよね、まあ、そうですね、確実です、うん、そうですよね、絶対そうです。でもどうなんですか、その